はい、ではそれではですね、昨日に引き続きちょっとストレートの方ですね、ちょっと解説させていただこうかななんて思ってます。今回はちょっとボブ系のデザインからの可愛くなる方法ですね。ボブ難しいというか可愛いし、まあ人気なデザインですよね。結構今多いですよね、ボブの、なんだかんだボブみたいな感じありますけど、まあ今後夏になるに従って、どんどん軽くなっていったりとか、動きのあるデザインが流行ってきますんで、ぜひそういった現状ボブの人がちょっと軽くなったりとかレイヤー入れていくっていうのはすごいおすすめだと思います。まあちょっとストレートアイロンの方をちょっと説明させていただきたいと思います。まあ温度はやっぱり100度以下ですよね。でボブデザイン、まあこういった子がもう可愛くなる方法って言ったら今もう外羽しかないですよね。外羽デザイン、こんな感じ、うん、外羽ですね。ぐーっと羽をさせてあげる。はい、OK、 いいですね。やっぱりこれも5分以内です。5分以内にやってください。さっと外羽にすればいいだけですから、簡単ですよ。キュッ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 と、はい、いいやつか。流行りの外羽ボブ、表面はやっぱまあ外羽も入れつつ、ちょっと具を回してちょっと羽さす。で、トップですね。トップはちょっとこうキュッみたいな、ちょっとキュッみたいな感じですね。で、こう反対いきます。まあ、襟足はやっぱ見えないんで、あのロングヘア同様、まあサクッと、あーもう終わっちゃう簡単です。コツは100度以下で外に跳ねさす。なんか結構みんな真面目にやりすぎなんですよね。これも共通で、美容師さんもそうですし、お客様もみんな真面目にデザインを作りすぎ、もっと本能的に楽しくその人が似合うデザインを提案するっていう方が、まあ僕はいいんじゃないかなと思って毎日お仕事をさせていただいてます。トップちょっとバッとさせて、その方はちょっと跳ねさせます。どうでしょうか。でちょっと甘いかなっていうところに関してはちょっと巻き足す。オン。でこの辺はちょっとクイッと入れて外に跳ねさせて、また入れて跳ねさすみたいな波打ちカールですね。流行ってますよね。すごいいい感じです。トップはボリューム出して中間跳ねさせて、この繰り返し波打ちか。ちょっと難しいですかね。まあ、でも外跳ね覚えてもらえるとキュッキュッキュッとキュッ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 みたいな感じですかね。で、まあ、何よりボブの子、この子をちょっと可愛くするのにあのアイロンだけじゃダメで、ちょっとドライヤー借りたいなと思います。でもうこの前髪の長さもすごく鬱陶しいけど、まあ多いですよね。このぐらいちょっとこう流すとかふわっとするとかっていろいろあると思うんですけど、まあちょっとこれじゃあね邪魔すぎるからちょっと雰囲気変えます。どっち分けが可愛いかってその人によって違うんで、よく見ながら分け目を調整してあげるといいと思います。こんな感じ。ちょっと僕は今日この子はちょっとボリューム外跳ねしながらのちょっとトップふんわりみたいな、めちゃめちゃいいんじゃないですか。ボブの方におすすめです。こんな感じ。そういう口でちょっと前髪から立ってボリューム出したり、どうだ、こんな感じ。で、ちょっと甘くなっちゃったところ、なんかこの辺ちょっとこう跳ねさせてあげるとかはいいんじゃないかなと。
で、しつこいようですけど温度は、100度以下です。よし、この辺ちょっと跳ねさせます。最後にインパクト欲しいです。この辺ももう一回焼けインパクトを芯でキュッと切った。かなりいいんじゃないですか。いい。で、最後これ、ね、クリームをちょっとつけます。こちらコタ商品ですね。香りがすごく良くておすすめです。やっぱ今時は本当に柔らかい質感ですよね。本当ベタベタするもや、あ、ベタベタするのも嫌だし、もちろんセットしてデートとかでセットってすごくいいと思います。こういうんだったらウェットの質感のちょっとウェットジェルみたいな柔らかいタイプ使うといいと思います。でもまあ基本的にはサラサラ柔らかふんわり手ぐし通せるみたいなナチュラルなデザインをヘアとかに丸を押しているので、こういう柔らかいタイプのクリーム洗い流さないトリートメントですね、おすすめです。で、どうつけるかって、もうこれも適当ですよ。かわいい、このぐらいでいいんじゃないですか。ちょっとつけすぎちゃったかな。でもまあちょっと前髪ふわーっとさせてあげて、骨はセットしたのを活かしてあげて、ちょっと耳とかかけてあげると、どうですかね。ちょっと分かりにくいか、こんな感じ分かんないかな。でもまあ可愛くなったんじゃないでしょうか。ちょっと外跳ねスタイルです。ストレートアイロンちょっと使い慣らしてみてください。ちょっと昨日のセット動画ちょっと悔しかったんで、またちょっと連チャンで美容系になりますが、ちょっとアドバイス等々も含めいろんな意見ください。ご視聴いただきありがとうございます。 Peace。